うまく投げまくるしかねえか。ここで出るんだよね。よいしょ。はい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 。え？某有名アジェンちゃん2時間かって出てました。嘘、そんな出ないの不安定。マジかよ。うわー、出なさそう。今から2時間雑談すか自分。よいしょ。右にいる？え？嘘？いる？あ、そういう感じなの？そういう感じなんだ。俺野生で出んのかと思った。そういう感じ。ふわわー、かわいい。不安定。俺さ、確か昔もこいつ旅パに入れてたんだよね、不安定。めっちゃ防御力弱いの。かわいい。すぐ死にそう。すぐ死にそうだから、うちがく誘爆。お前やなこと思いさせんなよ。お前20、え、だからなかなか強くねえ。しかもおい、結構強いんすよ、お前。こづく。こづいたら死ぬ。一回で切れろ。弱そうだもん。相手超弱そうだもん。え？え？おー。焦るわ、お前。びっくりした。大爆発かと思った。一回やけどすんなよ、お前。はぁ？パーン！あぶねえ。あぶねえ。あぶ、お前気合ダメしかしてこいんや。根性だけは認めてやる。うちの会社で、そのやりや、あり余ったやる気、使わせてもらう。ナイスー。チムタさんいる？コメント欄に。あ、呼びました。チムライドどうすか？チムライド。これで進化しなかったらバリウケるな。チムライド3。よし。あ、この野郎お願いがあるんだけど、うっかり落としたポケモン図鑑、銀河団に取られたんだよ。頼む、一緒に戦ってくれないか。あ、じゃあやめときます。じゃあ次の街行きますか。次の街は、嘘だって。はい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 、オッケーオッケー。なんでお前のケツ掴んだかんねん、コーギー。自分のケツは自分で受け。アゲハントと銀河団のドッケール。来た。相性バッチリ。虫には毒が効く。いや、俺が相性悪いんだ。先輩頼みます。先輩頼みます。ちょっとまだ自分、新人だもんで。やっちゃってくださいよ。そう、電気当倍なの。うわ、やばい、ダブルバトル慣れしやがる。ダブルバトル慣れしてる。二つ効くやつじゃん。あ、いいよ、後期狙うのナイス。あははは。そのまま後期死ぬんじゃない？当倍だけど倒せたー。波乗りとか欲しい。グレックル強くない？普通に。ナイス。うん。危ねえ。俺に狙うな。ナイス。そのままやっちゃえ。ナイス。あー、惜しい。惜しい。あ、どっちも毒やん。頑張れ、やれるぞ。後期のこと。で、スカンプが後期狙えば完璧ムーブ。頼む。お願い。やれ。相手の目線は。よしよし、ナイスナイスナイス、1キル。うわぁ、どんまい。頑張れ、次。林画面。強そうなの持ってんじゃん。一回ギガインパクト試し打ちしとく？なんかおもろそうじゃない？ギガインパクト試し打ちせん？なんか威力どれぐらいか知っときたくないですか？三級。あ、頭が、やめて、五三級の足やめて。お三家、怖い。お三家、にくい。お三家、怖い。呪い攻撃。呪い、怖いってばよ。そんな恨み込めた顔せんで。あ、ちょ、そんな。二連ちゃん呪い。どんだけ恨みこもってんの。あ、いよ。あ、なんだ、弱いじゃん、相手。弱いポケモンだぜ。アシャにもらって、アタシにもらってくるか。変、こんなポケモン図鑑どうでもいいんだよ。銀河団は全てのポケモン、いや世界を、宇宙を独り占めするんだからな。ポケモン図鑑だ。ありがとう。銀河団かわいいよね。なんか子供のごっこ遊びみたい。え、なんかさ、もっと昔こういう銀河団系ってもっとなんかすごい偉大な夢抱いてなかったっけ。なんか忘れたけど、確かポケモンルビーサファイアの時はもうこの世の全てを全部地面にするみたいな。いや、この世の全てを全部海に変えてやるみたいな。
すっごいとんでもない野望をやってたけど、銀河団から急に宇宙征服するみたいな、宇宙も世界も俺たちのものみたいな、急にバカ。何？家出少女いるんだけど。何？お母さんと喧嘩したの？困ったわ。またルームキーをどっかに落としたみたい。ホテルの人に怒られちゃう。さっき受付に行った時は確かに持ってたぞなのに。金持ちかよ。うわー、だる。クソガキ、クソすくみず。悪くない。浮き輪で隠れてるのも、グレイト、ナイス。コムキング、はい、お進化しろ。コムキング、もういっちょ前やろ。レベル20までいけばワンチ進化するんじゃね。あははは、マジ進化するやん。コムキングの様子が、よし、やっとお前竜になるか。恋から竜へ、天高く登れ。この会社も上まで突き上げろ。おめでとう、コムキングキャラの進化。きたー、即戦力。こいつマジで火力高いからな。足跡博士の家、足跡は全てを語る。は？何それ。ポケモンというの、足跡を見てみれば何を考えているかなんてすぐわかるのです。もう死にられませんか。ならば君のスコルピオを歩かせてごらんなさい。足跡から気持ちを読み取ってみせましょう。この野郎め。ガチギレされたんだけど。私を仲間に加えておきながら、あまり頼りにしたいの。え、待って、これ俺の名前じゃなくてガチでこの野郎って言われたの。俺ガチでこの野郎呼ばれたんだけど、初めてだわ。役に立たないと思ってるのか、後悔してるのか、人間の勝手な都合でスコルピオを振り回すつもりか。とスコルピオはこのように考えております。なんだこのデブ。言いたいこと言ってるだけやん。ワンチャン、コネユニなら。ポケモンの足跡にカコつけてさ、あのデブが言いたいこと言ってるだけじゃない。コネユニなら、絶対行く。レントラをここで歩かせてごらんなさい。足跡から気持ちを汲み取ってみせましょう。よし、来い。ポケモンが人間と行動を共にすることを、野生を忘れたと言って、よく思わない仲間いる。だがそれは間違っている。彼らは私にとって、この野郎のように、優れたパートナーとまだ出会えてないだけなのだ。絶対嘘やん。絶対金のことしか考えてないの。いけんの？大出現ようこそ。500円でポケモン取り放題。ポケモン取り放題やって。乱獲しようぜ。やったね、捕まえたい放題や。よいしょ。ウパー来い。うちへ来い。あールリリー、かわいい。え、これ強い？え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。サファリボール？え？この実況のルール確認してきていいですか？ルール、モンスターボールしか使えない。えぇ？えぇ？えぇ？とんでもない！とんでもない！縛りしちまったんやが？え、これありなし。動画でカットすれば OK。いや、ちょ、動画でカットはさすがに。僕に明暗があります。あ、ぴったりやん。ぴったり。サファリボールって何ですか？うわールリリ行くか。いや、もう、じゃあ、もうあれしよう。窓際社員にしよう。窓際社員にしよう。ほとんど使わないけど。うれぇ、こっち来い。あ、やばい、危ない、危ない、危ない。危ない。え、捕まった。え、窓際社員。なりたい人います？毎日窓際で動画見てます。メンタイザーにするか。メンタリル、あ、メンタリル。メンタリルいいね。いかほい、よいしょ。あー、ウファー、ウファーかわいいね、ウファーかわいいね、ウファー。どうしたの、どうしたの、こんなところで。ウファーちゃん、どうしたの、こんなところで。あー、危ない危ない、ウファーちゃん。あ、あー、かわいいね、ウファーちゃん。どうしたの？ああ、危ない危ない。社長の名を受け継いでくれるか。その死んだマナコ、前世の社長にそっくりや。ゲイヌネコ、お前が、次、あ、誰かリストラしないといけないの。
コネリバイバイ。もうちょい捕まえとく、うん、あ、誰か助けて、死にたくない、クマちゃん死にたくない、あ、あ、って、あぶねー、なんか出てこなさそうだね、見当たらしい、あ、あ、誰か死ぬ、助けて、このとこ死ぬ、あぶない草タイプ確実に、あ、誰かこのとこ死にたくない、一人死にたくない、あー、あぶない、あぶない、ネタバレ禁止ね。ネタバレのコメントを読まないふりするの大変だからやめてもらっていいですか。ネタバレのコメントめっちゃ来るけど読まないふりして、え、そうなんだ、これこんなポケモン出てくるんだってめっちゃ辛かったんだから。どんだけ前のジムルカリオって言われたか、ルカリオ出てくるよってめっちゃ言われたけど読まないふりして、うわ、うわ、ルカリオだーとかめっちゃ辛かったんだからね。わかるかみんな、ネタバレコメントしてる人こんな苦労してるやぞ配信者。うわ、ブイゼルだる、え、待ってみんな怖い、雨の日の水タイプマジで怖い、何が滝登りだい。誰か誰か、雨の日の水タイプバリ怖い、あー誰か助けてー、ブイゼル怖すぎー、あー誰かー殺される、え待って、社長の特性、社長の特性貯水、いやかわいそう。まあ一回行くか。社長これがデビュー戦、これがデビュー戦、よいしょ、雨の日の社長輝け、よっしゃ、ブイズル。まあ、ここでお前水タイプの音とか以外とかしてきたらマジ怒るから。社長、あくび外役戦法いいっすか。社長、あくび外役戦法いいっすか。水鉄砲効かないんだよなバカめ、寝とけ、かわいい、眠気誘ってからの白い霧で体を5ターンの間相手に能力避けられなくなる。いらな。黒い霧を出して戦闘に出てるポケモン全員能力変化もします。いらな。叩きつけろ、でこせっか、痛い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 、急所でこれザコメ、あは泥試合、泥試合、あ、これ眠らせてからゆっくり仕留める。これなんだよな、うちの会社の戦い方、眠らせて相手を一歩も動けなくしてからゆっくり背後から毒で刺すんだよ。じゃあな、楽しかったぜブイズル、はっお前、全然食らわんやけ、なめんなよ、うちの会社なめんなよ、マジで出直してこい、うちの会社潰したかったら、社長、社長一緒に歩こう、社長、社長かわいいね、社長、社長歩き方かわいいね、ぴょんぴょんしてるね、社長、社長どうしたの、犬猫はわーっとあくびした、あ、社長眠くなっちゃうね、俺が。ちょ、これ飛び越える、社長、早く引っかか、あー社長、社長マジで雑魚そうな顔してるな、え、社長、社長可愛い顔してるのに進化しちゃうの、可愛いね社長、進化してもきっと可愛いよ社長、あ、死んだ、目死んだ。社長、社員のことを全く見ていないそのうつろな目、うちの社長にぴったりや、鈍感なポケモン、泳いでるとき岩や船底に頭をぶつけても気にしない、社員が死んでも気にしない、ここだっけ、ピカチュウ、ピカチュウ、ほとんど使わないけど捕まえよう、かわいいねピカチュウちゃん、一発まさかの、めっちゃ従順やん、ピカチュウかわいいね、団長さん行く、団長さん、ピカチュウじゃなくてピカチョじゃなくてチョ、あ、チョでいいの、あ、チョでいいの、あ、チョ、あ、じゃあチョで、ジム行っちゃおう、もうジム行っていいっすか、もう深夜テンションでジム行っていい、しゃあ頑張るかー、頼む、応援してくれ、みんな。うおー、今回の作戦は、コネユニ無双。これに限る。多分、相手、水タイプのやつだから、草対策はしてると思うんですけど、ナイトルとかね。電気はしてないはず。よっしゃ、バッチ来い!でけー!よーく来た。これ、頭の、これどうなってんの?ハゲてんの?これ。それとも、帽子の模様、俺様こそがノモセシティポケモンジムのジムリーダーでー、その名もマキシマム仮面、ははは、マキシマム仮面とかいう名前だったっけ、しょうもな、水の力で鍛えた俺様のポケモン、わー、お前の攻撃を全部受け止めた上で勝利するからかかってこい、やったろやないかい、
ハゲ。ハゲマシム仮面。ハゲマシ仮面。光ってる頭。すごい。どんだけハゲを強調してるんだ。ジムリーダーのマキシはギャロスクリアしてきた。ごめんみんな。ごめん、簡単にクリアしちゃって。これコネユニ3連チャン終わりだわ。もう動画でパンパンパンで終わらせてる。威嚇だるー。威嚇だるいけど、それでも4倍なんだよなー。電気技。電気技4倍割る威嚇の割る2でも、それでも2倍。早い早いギャラドス。でも効かない。お前、威嚇でもされちまったか？威嚇したか俺。しかもレベルもさ、なんかよすがしていいレベルだよね。あんま育てなくてよかったんか、じゃあ。オッケー。コネユニ33。でも、初手威嚇とはなかなか、ボルトチェンジ？何それ。攻撃した後、ものすごいスピードで戻ってきて、機械ポケモンで入れ替わる。ボルトチェンジ？ギガインパクトいらなくね？嘘です。ギガインパクト忘れよ。7500円もしたんだぞ！ギガインパクトマジいらない。7500円の重みお前ら知らないのか？何考えてんだ。お金は何だと思ってんだ。お前布を使うかい。電気対策バッチリすぎやろ。おい、布って電気効かなくね。布は電気効かないよね。うわーうわー、布は効かないよ。布って重い。ちょ、草むすびの爪を思う。草結び、あ、間違えた。草結び、草を絡ませ相手を転ばせる。相手が重いほど威力がある。ちなみに草結びが特攻で、浅耳の特攻が33。ザコー、どうすんだよこれ。草結び無双、ワンチャン草結び無双。草結び無双いける、いくか。じゃあ信じるよみんな、いけ。穴開けてこい。お前の穴、お前耳に穴たくさん開いてるけど、相手のどてっぱらに風穴開けてこい。でも草4倍でしょ。威力がないにしてもまだ有り余るアドバンテージ、行ってこい。いけ、穴開けろ、股間に穴開けろ。つえ。勝った。このチーム戦余裕なんだ、余裕じゃん。草結びで余裕じゃん。覚えさせてよかった。ナイス朝耳、かわいい、好き。4倍弱点。お前これ、俺草タイプの登山家とか天使はどんだけ楽だったんやこれ。茜ちゃんがいればな。しかもラストフローゼル。甘やがって。フローゼルどこが強いん。俺、ブイゼルとフローゼル強いって思ったことないんだけど。すんごい技で持ってんのかな。今の、いい攻撃だったな。お前の頭ごと、燃やし尽くしてやるよ、天気で。しかも威嚇で、保険貼っといてからの、あー、でもレベル3じゃなかなか強いな。スパーク、ワンパンいいっすか？すいませんね、これ簡単に終わらせちゃって。スパークワンチャンいいっすか。わ、なかなか早いやんけ。最初に塩水はミスったなマキシ。やったねとか言ってんだけど、かわいい。このユニ余裕すぎー。お前前回のチーム戦が嘘のようなんだけど。弱えー、噛み砕くでけー。これ上位互換じゃん、噛みつくの。跳ねるいらな。跳ねる覚えさせとこう。よいしょ。ナイス。これしばらくレベル上げ必要なさそうやな。なんというかもっと戦いたかった、そんな気分だな。お前は家帰って育毛剤でもやっとくんだな。結果この通りだから、お前と戦えてものすごく楽しかった。これ渡そう。ナイス。ジムバッジかっこいいな、なかなか。ペンバッチナイス。